皆さん、こんにちは。昭和のトップアイドルとして花の82年組と言われたプロデューサー小泉今日子さん。子供がいない理由や愛煙家の末路に涙が止まらない。今日は小泉今日子さんのことについて紹介します。まずは小泉今日子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小泉今日子は日本の女優、歌手、制作事務所株式会社あさって代表取締役、アイドルとして松田聖子と中森明菜の二強に続いた存在であり、歌手として筒美京平、魔界の工事の作曲作品でヒットを連発した。キョンツーの愛称で知られる。所属レーベルはビクターエンタテインメント。1981年1月、日本テレビ系のオーディション番組スター誕生に出場し合格。歌唱楽曲は石野真子の彼が初恋ってあり。小泉は石野が当時所属していた芸能事務所のバーニングプロダクションおよびレコード会社はビクター音楽産業と契約する。1982年3月21日にシングル私の16歳でアイドル歌手としてデビュー。キャッチフレーズは微笑み少女、君の笑顔が好きだ。同期に堀ちえみ、松本伊代、三田寛子、早見優、石川秀美、中森明菜、渋垣平賀織、花の82年組と呼ばれるアイドルの一人に数えられた。1983年5月、髪をショートカットにイメージチェンジした5作目のシングル「真っ赤な女の子」がオリコン8位にランクイン。同曲は小泉初主演となったフジテレビ系列月曜ドラマランド枠単発ドラマ「あんみつ姫」の主題歌となり高視聴率をマーク。小泉は一躍脚光を浴び、あんみつ姫はその後全3回にわたりシリーズ化された。1984年3月、旧作目シングル「渚の灰から人魚」にて初のオリコン週間チャート首位を獲得。売上は33万枚を超え、小泉は一躍トップアイドルの仲間入りを果たす。少女たちの間では小泉のヘアスタイルを真似たキョンキョンカットが流行した。同年12月リリースのアルバム「セレブレーション」も40万枚近い売り上げを記録。年末には第35回 NHK 紅白歌合戦に初出場し後半戦トップバッターを務め、その後第39回 NHK 紅白歌合戦まで5年連続出場を果たす。従来のアイドルよりも女優としての活動に重きを置いていたため、新曲をリリースするごとにザ・ベスト10やザ・トップ10にランクインされると、映画やドラマのロケ先からの中継も多かった。年末いつに発表される年間ベスト10にも100位以内にほぼ全曲がランクインされ、女性歌手では松田聖子、中森明菜に続く勢いであった別冊宝島の調査によると、1980年代のシングル総売上は年間ベスト50位以内のものに限っても279.1万枚、年間50位以内ランクイン曲数は10曲と、どちらも当時の女性アイドル中3位であった。1985年の連続テレビドラマ主演作「少女に何が起こったか」は毎回 20% 以上を超える高視聴率を獲得し、小泉の代表作の一つとなる。また当時小泉の元には主演ドラマのオファーが9本舞い込んでいたという。アイドルとして歌手デビューし、とても可愛らしい顔の小泉今日子さん。そんな小泉今日子さんはかなりのヘビースモーカーでも有名です。女優の中にもタバコを吸っている人はたくさんいます。しかし女優としてのイメージを崩したくないためか、タバコを吸っていることを隠す人がたくさんいるのです。しかし小泉今日子さんは喫煙者であることを公言しています。かなりのヘビースモーカーだと言われている愛煙家の小泉今日子さん。そんな小泉今日子さんは1日に60から80本吸うとも言われています。箱数にすると3から4箱ですので相当ですね。小泉さんのプライベートの中から元旦な永瀬さんとの離婚理由、子供の有無などをお伝えしていきます。1993年5月に行われた雑誌アンアンの対談が初対面であったというお二人。同年の9月には一緒に買い物をする姿や小泉さんが永瀬さんのマンションに出入りする姿が目撃されていました。そして1995年2月22日に婚姻届を提出し結婚。スタイリッシュなイメージのお二人の結婚に世間の関心も高かったですよね。しかしお似合いで
順調な結婚生活を送られるかと思いきや、9年後の2004年に離婚となしました。一体何が離婚の原因だったのでしょうか。どうやら離婚に浮気や不倫といった決定的な理由はなかったようです。一言にまとめるとしたら、いわゆる価値観の違いということになりそうです。小泉さんは元踊り時、結婚したら仕事を辞めて家庭に入る考えを持っていらっしゃいました。小泉京子は結婚と同時に引退するつもりだったようです。彼女の中には日本の女は格あるべしというイメージがあったので、妻となってからは仕事と板挟みで辛かったとも述べています。こちらは雑誌 AERA の2008年9月22日号に掲載された小泉さんのロングインタビューを引用して、書かれた記事の一部を引用させていただきました。小泉さんの引退を永瀬さんが止めたとあるように、結婚からかなり早い段階で意見の相違が出ていたようです。その後も芝居にあまりにストイックすぎ、役に入ったまま帰宅される永瀬さんに小泉さんが戸惑われることがあったそうです。忙しさゆえのすれ違いも多少はあったのかもしれません。しかしそれ以上に、自分だけが家庭と仕事の板挟みになることや、芝居に対してストイックな夫と自分の考え方との差などに小泉さんが耐えられなくなってしまったのではないでしょうか。小泉さんと永瀬さんは離婚後共演をされています。憎しみあっての離婚でなかったことがここからもわかりますよね。離婚後間もない2006年に公開された映画サクランにお二人は出演されています。ただ共演シーンがなく、現場で顔を合わせることはなかったようです。しかし2010年公開の映画毎日母さんでは、お二人は夫婦役での共演となりました。ものすごく思い切ったキャスティングですよね。永瀬さんと共演に至った経緯を小泉さんがインタビューで答えていました。監督からの提案を受け入れた小泉さんも、念のため小泉さんに確認してからオファーを受けた永瀬さんも、お互いの俳優としての才能を認め合っているのが伝わってきます。毎日母さんで第20回日本映画批評家大賞の主演男優賞に選ばれた永瀬さんは、受賞式で小泉さんについて語られています。今後も俳優仲間としてお二人の共演があるかもしれませんね。小泉さんと永瀬さんの間に子供はいませんでした。一部では永瀬さんは子供があまり好きではないようなことが言われています。子供に関する考え方も離婚理由の一つであったかもしれませんね。また2016年にテレビ朝日徹子の部屋に出演された時には、年齢的にお母さんの役が増えた話をされていました。黒柳徹子さんの、実際にもしあなたお母さんだったらどういうお母さんだったと思う、という質問に小泉さんはこう答えていました。頼りなくて叱られてばっかりいそうな気もしますけどね。子供に実際に追いやめされ、にその子供たちから大丈夫といつも心配されているのだとか、役とはいえ母役をすると子供役の俳優さんを愛おしく応援したくなるようです。そういう時にもし子供がいたらなどと考えられるのでしょうか。小泉さんは離婚後猫を飼われています。猫の名前が小福田さんなので、子供の代わりというわけではないようです。しかし猫がいることで一人暮らしでも喋ったり笑ったりでき助けられていると言います。また自分以外の目があるから部屋を片付けたり早く帰ったり、生活の秩序ができているそうです。受け入れてあげた保護猫さんに小泉さん側も救われているようですね。小泉さんは1992年に HIV への感染疑惑が取り沙汰されたそうですが、これはデマだったようです。その時は陰性の結果を示す検査報告書が、プリントされた T シャツを着た自身の姿を公開したのみで、記者会見などは行われなかったといいます。実際に病気と戦う人を傷つけるかもと考えての行動だったのだとか、 T シャツにはサンクユーフォーザルーモアと書かれていたそうです。この他に難病を抱えているだとか、末期がんの真相だとか、がんが再発したなどという非常に悪質な上に無意味なテンプレスライドショー動画が YouTube 上で乱発されていますが、全て無責任なデマなので完全に無視して構いません。タイトルにつられて再生すると犯人に収益が渡ってしまい、この手の悪質な動画がなくならない原因となってしまいます。そして何よりも時間の無駄です。現在
小泉さんの大きな病気に関する報道はありませんし、本人による発信もありません。ライブで歌っていても20代からあまり変わってないと言っていますし、少なくとも命に関わるような病気にはかかっていないものと思われます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。